帯結びをしていきます。まず垂れ上に結びます。垂れ元を広げて三つ山ひだを左肩に作ります。で1本目の30ゴム紐にかけます。で右肩も同じように三つ山ひだを作り、2本目の30ゴム紐にかけます。残りのタレでアコーディオンひだを作ります。で3本目の30ゴム紐にかけます。帯枕をつけます。帯揚げもつけます。結び目を帯の中に入れて、手先も三つ山ひだを作ります。で作ったら、こちら先ほどのアコーディオンひだを作ったところに輪が、輪っこがありますので、そちらに通します。で通すだけでもいいんですけど、ちょっと心配なので、このアコーディオンひだを留めた30ゴム紐にかけておきます。で隠れるように整えます。ひだを整えて、いらない部分は中にしまいます。